はい、ということで今回はマツダ CX60 最終レポートをお届けしたいと思います。というわけで、いや悲しいんですけども、ついに手放す時期がやってきてしまいました。約1年半ですね、こちら乗りましたけども、購入したのはグロスティンハイブリッドのプレミアムスポーツです。今若干お値段上がってますけども、約580万円ほどで購入した車となってまして、ボディカラーは匠塗りロジウムホワイトです。いいカラーですよね。で、実際にですね、この車1年半ほど共にしましたけども、最後にいつも通りですね、内外装と走行フィールのいいとこ、ダメなところ、ここを本音でレポートしまして、さらには障害燃費、売却額、こういったものも一挙にご紹介しますので、ぜひ楽しんでください。というわけで、まず一つ目のいいところですね、ルックスです。CX シリーズ、この2桁のモデルも結構今バリエーション増えてまして、撮影日時点で言うと CX70 なんかも最近出ましたけども、でもやっぱ60かっこよくないですか。綺麗にまとまってますし、でちゃんとこのラージ商品群新しく出てますけども、そういったこのアイデンティティなんかも、目元もそうですし、いろいろこう詰まってる部分はあるかなと思うんです。いや、かっこいい。プレスポはね、こういう部分が黒になったりメッシュタイプになりますから、ちょっとスポーティーなデザインにはなってます。でこれね、横回っていくと CX60 って基本は FR レイアウトです。これも FR ベースの四駆になってまして、でエンジンは縦置きですから、この辺りもすごくゆとりがあり、フロントノーズものすごく伸びやかです。でリアクォーターこんな感じ。いや、いいね、かっこいい。後ろもこう切れ長のテールがありますけども、この純白のロジウムホワイトの中に映し出される赤の伸びやかなテールランプ、いやスタイリッシュ。さあ、ライトつけてみました。いや、かっこいいですね。何回も言いたくなるかっこよさがありますけども、この質感はめちゃくちゃいいです。ディミングターンシグナルが入ってまして、アイコニックなデイライトも入ってますし、こういう部分いいんですけども、さらにいいのはアダプティブ LED ヘッドライト、これもちゃんと装備されてます。実際にユニットとしてはこの下側に入ってるのがハイビームユニットになってます。CX60 は片側20分割の LED、 これを用いまして、前走車とか対向車のいる部分だけをロービームに落として、でそれ以外の必要なところを部分的にハイビームで照らすわけです。またマーキングライトとか市街地とか、なんかいろいろこう切り替えてくれる高性能型になってますので、このあたりも事実夜間走行していて結構重宝したポイントです。ちなみにリアのライトこんな感じです。後ろも綺麗ですね。伸びやかなテールがありまして、でちゃんとリアもディミングターンシグナルになってます。じゃあ続いては室内見ていきましょう。いいところこれです。今回プレミアムスポーツに与えられています単内装、これはもう満足度 200% です。いや、どうですか、このおしゃれでこの車内の華やかな雰囲気を演出していること、いいでしょう。やっぱね、特別感もあります。プレミアムスポーツでしかこのカラーは手に入りませんから。シートもそうです。インパネも、またロアパネル、ステアリング、細かいところまでちゃんとタンカラーで切り返してありまして、本当におしゃれです。さらにこれちょっと別枠でポイントあげたいんですけども、質感もいいんですよね。例えばオーナメントパネル、この辺りはヘアライン処理がされた、ちょっとこう手触りのあるザラッとした質感になってまして、でガンメタここかっこいいし、でここはバックスキンレガーノですね。いい素材です。高級感がめちゃくちゃあります。で細かいこういうプラチナサテンメッキとかも、なんか通常よりもこう輝度が高くて、ほんとね、高級感がめちゃくちゃあるわけですよね。でハンドル見るとバイトンだし、でここもプラチナメッキになってるし、でステッチも細かいし、言い出すとキリがないんですよね。正直この単内装だけでも十分満足度は高いんですが、さらに価格以上の質感提供がなされてるっていう、これは本当にお見事です。
でシートも実際にこれナッパレザーとレガーヌのコンビネーションになってますけども、カラーも良く、そして素材も事実いいものを使ってあるという形です。いいですね。じゃあ続いても室内なんですけども、ちょっと降りてきました。というのも次はですね、乗り降りするときに作動してくれる機能、ドライバーパーソナライズ、これがあるんですけども、なかなかうまく作動してくれません。まあうまくいくときもあれば、いかないときもあるっていう、このムラがあるのが個人的にはちょっと不満で、パッと乗り込んで、ですぐスタートしたいっていうときに顔認識してシートとかハンドルが動いてくれるはずなんですけども、動かないっていう、そのもどかしさがありまして、これうまくちょっと再現できるか分かりませんけども、やってみましょう。とりあえずあのセンターディスプレイのところで顔認識をするはずなんですけども、乗ってすぐ顔認識してくれたらいいんですけど、さあどうでしょうか。いつも通りいきます。あーほら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 、これ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 がねダメなんです。ゲストさんでちゃんと私顔を認識してるはずなんですけども、カメラちょっと避けてますので、これでもダメです。でしばらくするとですね、もうこれ今自動的にはいかないんですけども、ほらこんな感じでここは選択できるようになりまして、でこれ選択するとこんな感じ、今シート動いてます、でハンドルも動いてますみたいな、この辺の調整がされるんです。でも今これ映像撮っててベラベラ喋ってますからいいですけども、パッと乗ってパッと行きたいって時にこれだけの待ち時間が発生するわけです。でなぜか今白い部分ドライバー1と出てましたけども、あれが選択できなかったり、まあ、顔認識が多分うまくいってないんでしょうね。でもう一つ合わせて言っておきましょう。これ 12.3 インチのワイドディスプレイです。ワイドディスプレイって言いながらこう触ってますけども、手が届く位置にあるにもかかわらずタッチパネルではないんです。これが意外と不便です。何が不便って、ここのコマンダーで全部コントロールしなければいけませんから、例えば目的地を設定しようとした時も、ここでじゃあ目的地選択みたいな、こっからフリーワード検索とかしますよね。で入力、これで選んで、じゃあ USJ だったらヤイウェヨの U でみたいな、これめんどくさいでしょ。タッチだったら USJ みたいな、こうさっといけるんですけども、それができないっていうもどかしさ、まあ、あとは外部機器つないだ時も全部これでコントロールしなければいけない、 Apple CarPlay とかもそうですね。なのでこれはぜひタッチパネルにしてください。これは残してもいいと思いますけども、合わせてやっぱこっちもタッチパネルしてくれた方がよりこう快適性、利便性は高まるかなとは思います。さあそしてその下にはエアコン関連の物理スイッチがありますけども、ちゃんとシートヒーター、シートベンチレーション、そしてステアリングヒーターついてます。いいですね。これは本当にありがたいです。特に夏場重宝するシートベンチレーション、これがついてるモデルはあんまりありませんから、まあ、そういう意味でも嬉しいですし、夏場はこのシートの蒸れを抑える本当に重宝するアイテムになってます。しかもこれこの辺の負荷機能がついてるだけじゃなくてオート機能がついてますので、エアコンをオートにしておくと、今シートヒーターつきましたけども、寒いのでとりあえずシートヒーターつきました。でエンジンかけた直後とかで外気温が0度とかだったらハンドルヒーターも一緒についてみたいな、その辺も統合制御してくれますので、ここもね合わせて嬉しいポイントになってます。でその下にはワイヤレス充電器ありますけども、これは重宝します。やっぱ iPhone 私も最近買いましたので、非接触で充電ができる、これは本当にありがたいんですけども、不満ですね。何が不満かって、まずちょうどもう一台スマホがありますので、これここに置きます。でじゃあこう認識をしてくれないと、赤で今出てますよね。その時にワイヤレス充電が正常に動作していませんと、このワイドディスプレイの方にも表示がされるんです。
あ、なるほどと、ありがとうございます、じゃあもう一回置き直しますとか、まあ、その辺の親切なところは垣間見えるんですけども、ほらまた出たでしょ、これねしょっちゅう出るんです。でどの画面にしていても基本は出てて、この画面って例えばこの下の部分に目的地を設定していたら到着予想時刻とか、あとは距離、残りの距離とか出るんですけども、その辺にまず被るのと、あと結構でかい文字でこの表示が出ますから、前見ててこの辺にちょうど文字が出ると視界に入って気になるんですよね、こんな感じで。これがね煩わしいです。で今スマホですからいいですけども、鍵の置き場所がこの車ないので、私はですねだいたいもうこの辺に置いちゃうんですよね。であとここちょっとしたトレイですから、そもそもなんかお菓子置いたりとか物を置くのには本当にちょうどよくて、そういう時に何でも警告出ます。スマホだから今警告出てるんじゃなくて、違うものを置いてもね警告が出るわけです。これはね正直鬱陶しいです。でワイヤレス充電じゃあ一時的にオフにしようと思っても、ここにスイッチがないわけですよね。なので直感的に操作ができない。結局どこでやるかっていうと、このボタンを押して戻って設定行って、モバイル機器からワイヤレス充電行って、ここでオンオフをするっていう一手間あるわけです。なのでこの辺のオンオフボタンがここにないこと、まあ、あとはスマホじゃなくても何を置いたとしても警告が出て、でしょっちゅうしょっちゅう警告が出るっていうね、この辺は正直オーナーとして1年半共にしてきて本当にこれ鬱陶しいと思ったので、なので私はもう非接触充電はオフで終始使ってました。機能あるのにもったいないんですけども、物置いて警告出るの鬱陶しいので、その辺はちょっとね配慮が何か欲しかったかなとは思います。プレミアムスポーツ、これ標準装備ですけども、じゃじゃーん、こんな感じで大型のパノラマルーフが装備されてます。これ標準なのもいいですけども、これがね装備できる、もともとついてるっていうのが本当に嬉しいです。私はサンルーフマニアと言ってもいいかもしれませんけども、いいですよね。後ろまでしっかり面積来てますし、ちょっとここの枠はね太いです。これ欧州車とか BMW とかめちゃくちゃ細いんですけども、国産は結構安全性を重視なのかだいぶ太いんです。これはマツダだけではないですね。あとはチルトアップもできますし、さらにガバッと開けることも可能です。ただここまでしか開かないんです。意外と狭いのは狭いんですけども、まあでも車内の換気したり、まあさらには星空とかね、あと東京走ってるとこうスカイツリーとかがここから見えるわけですけども、そういう夜景を楽しめるっていうのも実はサンルーフのいいところです。じゃあ後席周りですね。後席周りも本当に質感高いです。あとこのナビオくんのこれ製品めちゃくちゃ良かったですね。レザーの色合いもほぼ合ってますし、本革ですし、でしかもサンルーフがついててもここに後席モニターが付けられますから、サンルーフ付きの車でシートモニター欲しいんだよねっていう方はこれぜひナビオくんに問い合わせてみてください。でいろいろね、まあいいところと気になる部分は散見するんですけども、まあ、最後のレポートでお伝えしたいのはこれです。 AC100V150W 電源、これがついてることです。いや助かりました。まあこれがあることによって私は車内で電源つないでパソコン作業とかできましたし、何かと重宝する AC コンセントなんです。 USB では充電できませんので、コンセント欲しいとなるわけでして、だからそういう時にこれがあると本当にね助かりました。まあそもそもこの車フルハイブリッドではないんですけども、この機能があるっていうのは非常にいいポイントです。ちなみに PHEV とかだと 1500W のもうそれこそ電気ケトルとかオーブントースターとか使えるレベルの高出力な電源になりますので、まあクロスハイブリッドは若干出力は低いんですけども、でもあるのとないのとでは大きな違いです。ラゲージ周りもいいポイントがあります。まあそもそもまずパワーバックドアがちゃんとついてますし、ゲートの開閉速度かなり速いです。あとキックモーションも対応しますから足でも開け閉めが可能です。で2室こんな感じで、ライトはここと、あともう一つ上にもついてます。でやっぱいいなと思ったのは
ラゲッジのこれですね、レバーがここについてると、これを引くことによってシートがパタンとこのように畳むことができます。ちゃんと荷室側からこう操作ができるっていう、この操作性の高さ、意外とですねこのクラスの SUV ってあったりなかったりするんです。ただマツダは律儀にというかちゃんとつけてくれていますので、この辺で操作性を上げてます。わざわざリアシートの方回り込んで、あそこにレバーがあるんですけども、あれを引くのも、まあ、正直ちょっとめんどくさいですし、こっから倒せるんだったらもうそれに越したことはないかなと思います。あと今シートこれ4対6で倒れましたけども、真ん中だけセンタースルーすることも可能なので、例えば大人4人でスノーボード行くとか、長いものを積んで4人でどっかから帰るとか、まあ、そういったことも車としてはちゃんとできるように考えられていますので、結構ね実用性の高いこのパッケージングになってます。じゃあ続きましてマツダ CX-60 最終レポート、走りのいいとこダメなところ、これをご紹介していきましょう。まず一つ目のいいところ、直列6気筒のディーゼルエンジンです。これはねもう個人的に細かいこといろいろありますけども、総じて言うんだったらやはりいいものでした。直6ディーゼルって国産車だったらおそらくないと思います。輸入車見てもかなりこう高価格帯のところに直6ディーゼルは位置していますので、なかなかこう手が出せないとか、まあ、非常にこう希少価値の高いユニットなんですけども、それをマツダは新しく開発して乗せてきた、もうこれだけでも最後いいところに上げるべきかなとは思います。やはり 3.3 リッターにアップサイジングをしまして、パワー&トルクも上がっていますから、ものすごく気持ちのいい加速感を味わえます。この辺りもね6気筒ならではのこうクリアなサウンドがあり、やっぱこれいいですね。パワーだけじゃないんです。2つ目、ここに組み合わさっているマイルドハイブリッド、これも私は最後にいいポイントとして挙げておきます。まあ、事実これがあることによって再発進はエンジンが再始動しますけども、そこでブルブルしなかったり、また発進時の加速、これをよりスムースに行わせる、結構ね影の存在ではあるんですけども、でも役割としてはかなりこう貢献度は大きいかなと思います。クロスティの素のものもありますけども、やっぱそこよりもブルブルしなかったりっていうのはもちろんこの M ヘブのおかげですから、より走りをスムースにさせてくれる、でそれで動的質感が高まってますし、まあ、特に一般道を走っていてストップアンドゴーをするシーンで、あ、なんか物を追ってます、危ない。そう、ストップアンドゴーをするシーンでエンジン再始動するっていう、まあ、そこで本当ストレスをあまり感じなかったっていうのはやっぱ M ヘブの効果が大きいかなとは思いますね。で3つ目のいいところ、これはね FR レイアウトらしいスポーティーな走りです。もうサーキットのインプレッションを見てもらったら分かる通り、本当にめちゃくちゃ曲がる SUV です。やっぱこれね四駆なんですけども、基本はリアの駆動力を高めてます。なんか話によると0-100にはならないみたいなんです。ただしもう限りなく99レベルまでリア駆動を持っていってますので、なのでフロントに駆動配分がいったとしてもやっぱリアの蹴り出しで曲がっていく感覚とか、一般的な FF ベースの SUV と比べて本当に回答性が高いです。またグッとステアリングを切っていた時のロール感の少なさ、車が安定してる感じとか、そういう部分も含めて走りはね本当に楽しいです。まあいろいろそれの弊害はあるんですけども、乗り味がちょっとねこうスポーティーでソリッドな感じになってるとか、まあでもリアのダンパースタビ変えてからなんかその動きのバウンシングなんかは本当に減りましたし、まあある意味凹凸をこう越える際のスッキリ感も増していて、車全体の質感もまあより良くなって、さらに
マツダがこう狙っているスポーティーな SUV っていう、なんかそこはしっかりとこう残してありまして、なのでぜひこの60を、所有されている皆さん、一度でいいのでワインディング、もし行けるんだったらサーキットでぜひ追い込んであげてください。めちゃくちゃいい動きすると思います。そして4つ目です。これね、今ちょうど止まりましたが順番入れ替えて、オートホールドついてますけども、メモリー機能がないのは残念です。やっぱね、これはちょっと気になります。まあ救いとしてマツダの場合はメモリー機能はないですけども、一度イグニッションオンにしてスイッチを押しておけばシートベルトの着用試着音と連動しませんので切れないんですよね。トヨタとかレクサスはもうそれでもオフになりますから、エンジンかけててももう一回押さなきゃいけないみたいな、まあそういうことになるわけですけども、まだそこはマツダは救いです。ただしもうそろそろメモリー機能をつけてほしいかなとは思いますね。そして5つ目のポイントです。これね、街乗りさっきすると言いましたけども、いいのはこの車かなりフロントのタイヤが切れます。小回りがめちゃくちゃ効くんです。この 4.7m 幅 1.9m クラスでは非常に珍しい最小回転半径 5.4m を誇ります。なかなかないですよ、これだけ小回り効くミッドサイズの SUV。 まあそこはやっぱね、FR レイアウトを取ってるおかげ、まあ、エンジンが縦置きになってるとか、まあ、その辺の影響が少なからずあると思います。事実狭いところを走ってるとか、あとはちょっと展開しようかなと思った時にこのサイズってちょっと気を使うんですよね、いけるかどうかなみたいな。でも60は自信を持ってそこを曲がっていけるんです。なぜかというと回転半径が 5.4m ですから、それを知ってますから、あーこれくらいの2車線道路だったら余裕だねとか、まあ、そんな感じでいけますから、そこは本当にね、まあ魅力に感じてた部分です。しかしまあ、ちょっとね矛盾する部分あるんですけども、街乗りはねあんまり適してないかなと思うんですよね。広いところだったらいいですけども、これ幅が 1890mm あります。これはね決して小さくないです。まあ特に田舎もそうですけども、住宅街とか入ってでセンターラインがないところ、こういうところを走る際にやっぱ気を使うサイズです。まあボディの見切りとかは前方すごくいいです。ただドアミラーもかなり出てますし、まあ、そもそものボディサイズが結構でかいので意外とね気を使います。それこそどこ行くかによってこれ乗っていくかプリウス乗っていくかっていう風にちょっとこう使い分けたりするくらい、やっぱりね10センチ、まあ、実際プリウスも1800くらいありますから10センチ程度違うんですけども、10センチはでかいですね。そしてもう一つ不満を挙げておくとですね、ステアリングはこれ重たいです。実際にどこで重さを感じるかというと、やっぱこれもですね、ちょっとした交差点曲がるとか微低速から低速域でよく感じます。タイヤのね接地面、まあこれ幅235ありますから、そもそも幅が結構広いんですけども、でも EPS の味付けであったり、まあそもそもの多分サスペンションのジオメトリーのセッティング、こういうものも相まってだと思います。このね下道走ってる時の特にこう低速域減速シーンから曲がるとか、そのシーンでちょっとこの重さが気になるっていうのはまあしょっちゅうありますね。それこそプリウスエクストレールなどに比べると全然重たいですし、これがいいっていう方もいると思います。でも、まあ、私はそこは車速感能でもうちょっと低速域は取り回し重視で軽めのセッティングでも良かったんじゃないかなとは思います。さあもう一つ、これですね残念というか、運転支援システムはねまだ熟成の域には達していません。まあいろいろあるんですけども、そもそも、まあ、他メーカー見たらやっぱ機能がまだ少ないですよね。レーンチェンジ、アシスト、ハンズオフ、こういったものもできませんし、さらには
トルク官能型のスティアリングに未だとどまってます。ラージサイズでまあまあプレミアムなセグメントですから、正直ここはやっぱ他のメーカー見習ってというか、タッチセンサー式にしてほしかったです。警告がね本当結構出るんですよね、まあ、それが残念というところと、あとそもそものクルージングトライクサポートのこのセンタートレース性もあんまり良くないんです。ふらつきこそないですけども、日産と同じように横にでかい車とかなんか車が出現するとそっちに吸い込まれたりとか、まあ、あとはそもそもこのアシスト力があんまり強くないです。でそこの減速制御とかもありませんので、まだ未熟というか進化の余地は本当にいろいろあるかなと思いますので、この辺はトヨタ、スバルなどがかなりいいものがありますので、ちょっとそこは残念ポイントとして最後挙げておきたいと思います。で皆さんもご存知の通り、この車ディーゼルエンジン積んでますけども、排気量 3.3 リッターです。でも燃費がめちゃくちゃいいです。これはね走りの最後の評価になりますけども、本当にいいポイントです。なので高速走って試乗会行くとか、車借りに行く、また普通にこうお出かけをするってなった際も、割とね60で行きたくなるんです。それは直録のフィーリングもめちゃくちゃいいので、そこの気持ちよさもある中、燃費もいいですから、やっぱりこうお財布に優しい、走りも良くて燃費も良かったらそりゃこれで行きたくなりますよね。その気持ち多分分かってもらうと思います。なので事実そこはね本当最後までありがたかったなと思います。そもそも軽油ですから安いんです。燃油代めちゃくちゃ安いです。なのに排気量 3.3 リッター車重も 1.9 トンとなかなか重たいのに、リッター20程度をコンスタントに刻んでくれるっていうね、いやこれは本当にお見事だと思います。実際にこれですね約9200キロここまで走ってきました。でトータルの障害燃費っていうのを、まあ、毎回最後出してるんですけども、今回ですね本当びっくりです。これなんと 20.3 キロ、これをマークしました。いや恐ろしい、本当に恐ろしいです。このサイズで重量級で20超えてるって正直ありえません。ライバルじゃないです。ただ同じ直録を積んでるメルセデスの GLE400D とか BMW X3 M40D、 この辺り絶対出ないと思いますよ。まあ、向こうはこうパフォーマンス系にユニットの仕上がりを振ってますから、まあまあそりゃ燃費優先ではないかもしれません。でも60だってめちゃくちゃ燃費優先にセッティングしてるわけではないのに、この数値が出てるっていうのは、いや本当どえらいことやってると思います。で実際にカタログ数値はリッターあたり21キロ、まあ、若干及びませんでしたけども、ほぼほぼそこに近い数値が出てますので、個人的には大満足です。素晴らしい。あと皆さん気になっています、一体60がいくらで売却できたんだと、ここだと思います。ただしすいません、これね撮影スケジュールの都合上現時点で売却価格分かってないんです、ごめんなさい。ただし後ほどテロップ出しますけども、今検討しているのはですね、カババ個人売買サービスで一般的な一括査定、さらにはセルカも、まあ、日程が合えば扱おうかなと思ってるんですけども、まあ、おそらくカババ一括査定でちょっと今回時間の都合上を検討するかなと思います。というわけで今回60売却した金額はこちらでございました。さあ一体いくらになってるでしょうか。まあ、私の希望金額としては400〜450くらいはついてほしいかな。だって1年半弱しか乗ってませんからね。で購入価格も600万円弱となると、まあ値落ち幅考えても、うん、リセール80くらいではとどまってほしいかなと、そんなところです。でリセール位置とかも今出てると思いますけども、はい、こんな感じでございました。
というわけで今回はマツダ CX-60 最終レポートとしまして、内外装走行フィールのいいとこ、ダメなところ、そして平均燃費から売却金額、このあたりまで一挙にご紹介してきました。まあ、正直この車手放したくないです。だってエンジン、この直力ディーゼルって本当に何度も言うようにめちゃくちゃ軽なパワートレインです。なので私もこれが欲しくて買ってますから、残せるんだったら本当に残したいですよ。でも現時点でもう2月3月に車が3、4台来るのが確定しまして、で保険もね、なんかもうややこしいんですよね。10台とかになるとフリート契約とかになってよくわかんないので、まあ言っても9台かなと思ってますけども、それでもやっぱり、順番的にはこう60が一番こう乗ってる車ですから、どうしてもこう押し出されてしまったと、まあそういった背景があるんです。まあ手がかかる子供ほど愛らしいなんていうのか分かりませんけども、私はそんな感じがしてますので、決して嫌で別れる手放すわけではないっていうのは、まあ、ちょっと言い訳がましいですけども、最後にお伝えをしていこうかなと思います。はい、ということでこれ以上もう長々と喋ってもあれですから、いや60本当にありがとうございました。めちゃくちゃいい車で正直大満足です。まあ、今の時代に本当6気筒出してくれただけで大満足ですから、まあ、私の中では非常にいい車だったと、これをまとめておきたいと思います。というわけで皆さん、この後チャンネル登録、そしていいねをぜひよろしくお願いいたします。まもなく10万人行くんですけども、皆さんぜひ応援してください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。